おはようございます6月30日木曜日午前10時になりました金ないからはい SOS ネットからだじの時間となりましたパーソナリティはおはようございます沖縄市社長の上原ですおはようございますデイサービスセンター仕様の小嶋ですよろしくお願いします、はい、とイーズでお送りいたしますこの番組は 地域の行方不明者、また認知症行方不明者ゼロを目指す番組です。認知症は誰もが関わる可能性があるごく身近にあるものです。そのことをできる限り早い段階から啓発することにより、地域全体で理解を深めることにつながります。警察、行政、消防の三位一体となる基盤をもとに、徘徊者通報が出た時の緊急支援体制を含めた ラジオ予防啓発番組になっていますこの番組はレイサービスセンターシオン株式会社国研システム <laughs> au ショップネーブルカデナ店 FM 小座と沖縄県認知症行方不明者家族の会、そして沖縄半存ンン NPO の協力で FM 小座より生放送でお送りしています。皆様どうぞ10時から11時の1時間、最後までお付き合いください。皆様からのこの番組に対するメッセージや曲のリクエスト、そして番組に関する質問もお待ちしています。メールアドレスはすべて小文字で、 七六一アットマーク f m k o z a ドット j p 七六一アットマーク f m c o z a j p いずれも番組名からだちとお書き添えください。ラジオネームも忘れずにお願いします。ファックス電話番号はゼロ九八九三四八六五三九三四の八六五三 また、FM コザでは、Ustream と t w i c スで映像と音声を配信しています。FM コザのホームページからも見ることができますので、どうぞお楽しみください。オープニングの曲は、ブランドン・イングで、ティンサグヌ・ハナでした、はい。それでは、今日もカララジスタートしていきたいと思います。一度 CM に入ります。ユキジンさんから。 イーズも大変やなっていう <laughs> イーズをついてはそのカメラ半分しか映ってないというので今直しましたので <laughs> <laughs> ありがとうございます <laughs> ただいまの時刻10時6分になりました。FM 小山のスタジオからカララジを生放送でお送りしています。はい。皆さんおはようございます。おはようございます。一周お休みをして、それでまたお久しぶりということで皆さんお会いしたと思うんですけども、また今日もあのカララジスタートしていきたいと思います。 とまず最初にですね、今日のトピック紹介していきたいと思います。今日のトピックは、街の活性化のために必要な要素ということで、はい、今日も素敵なゲストをあのお招きしていますので、紹介していきたいと思いますで。その前にですね、レギュラーゲストで、株式会社国研システムから、佐きまさんです。おはようございます。おはようございます。今日もよろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。はい。そして、 今日のゲスト紹介します。今日のゲストは沖縄市市民活動交流センターから森正弘さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。はい。はい、よろしくお願いします。はい。だ 今日のはいトピックについて <laughs> お待ちの活性化ってすごく大事ですよね。はい、そうですね。多、は、分、い、あの、えー、私たちが思い浮かべる小座っていうのが、はい、1960年ぐらいすごいあのこの FM 小座の、えー、前にあの当時はあの BC ストリート、BC 通りって言ってビジネスセンター街。今のパークアベニューになってるんですけれど、えーまあ、小沢らしい。 すごいあのどこから見ても、ですねこざ違うなっていうのがあったんですけれど、キラキラでしたね、もう、キラ,キラでしたよね、すごかったですね、その中心市街地活性化っていうのも、今、全国でいろいろあると思うんですけれどそこに携わってるですねあの森さんを今日お招きをして、ですね、はい、あの私たちがまた、えー、この町ですね、新しい町づくりに挑んでいけるように、ですね、はい、どんなことがあるかっていうことで、今、あのリスナーさんの,あの力もお借りしながら、進めていけたらなと思っています。うん どうぞ今日皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはじめにですね、あの今日はゲストに森さんお招きしてるんですけども、はい、沖縄市活動交流センター、はい、市民活動交流センターの方でどういった活動をしているのかということで、はい、紹介をまず最初にしてもらいたいと思います。はいはいすね、えっと僕たちあのこの沖縄市市民活動交流センターっていうのは、まあ、沖縄市の事業委託を受けて受けまして。 えっと今商店街の中の方にあるんですが、まああの NPO 法人とかボランティア団体とかあとは市民のえっとまあ窓口となっていろいろなまちづくりだったりえっと社会貢献だったりっていうのをあの支援してるんですけど、えっと全国にですね今 NPO 法人が五万法人あると言われているんですと、でこの五万法人っていうのがもう日頃皆さんがあの利用されてるえっとある 施設とえっ施設と数がほぼ一致してるんですけど、それが一応、コンビニって言われてるんですよ、でやっぱ皆さんもあの街を散歩してたりとか、えーと、ドライブしてても、すぐコンビニって見つけれるじゃないですか、それと同じぐらい、NPO 法人ってありはするんですが、ただ、実際い、一個一個は何をやってるかちょっと分かりづらい、不透明っていうのが出てるので、せっかくいいことをやってても、やっぱり利用される方、 にやっぱり情報が届いていないという現状がやっぱりあるので、えー、と私たちがそこの,あの窓口となった間に入ってそういった団体の紹介だったりあとは市民の相談と,、えー、とマッチングだったりというのをやっております、はいはい、いろいろとまたあの毎年あの企画をされて,て、はいて地域の沖縄市での,、うん、この活性化のためにいろいろ。あの 企画されているということで、今日もチラシを持ってきてもらったのですけれども、はいはい、主にどういったあのこの活性化のためにそうですね、あのはい、沖縄市民活動交流センター、まあ、これは交流センターというか、僕の,あの考えではあるんですけど、やっぱ、まちづくりの活性化には、あのやっぱ子どもはじめ、若者の,あの力が必要だなというふうにずっと感じてまして、えっと、やっぱり、 子供が別に物を買わないでもここの,その商店街で遊んでたりとか、えっと、日頃、子供の笑い声が絶えてたらそこっても必然的にこあの人が集まる仕組みっていうのは出来上がってくると思うんですよね、やっぱりそれって安心して遊べるから子供は来るしで子供が来るからやっぱ親も来る、親が来たら今度おじいちゃん、おばあちゃんも来るってネットワークができていくとは思うんですけど、じゃあ今、商店街で。 登下校で子供たちが歩いてるのを見てるかっていうとほぼやっぱりないんですよね大通りっていう便利な部分もあるんですけど昔だったらやっぱ登下校の帰り道だったりあの商店街のおじいおばあたと一緒に交流を深めながらあの、まあ、今は買い食いだめとかいろいろあるとは思うんですけど、まあ、そういうことだけじゃなくていろんな人との触れ レができて商店街って成り立ってたと思うんですけどそれがちょっっとやっぱ少なくなってるんじゃないのかなということでちょっとじゃあ商店街離れしてる子どもたちあ若者をはじめそういったちょっといろいろ本当にもっと身近に感じてくれるようなイベントということで、うん、えっと今回はですね子ども市場というのを企画させていただきました。 えっと市内のですねこちら小学生50名が対象になってるんですがえっとまあ一週間夏休みの期間中の一週間ですねえっといろんなキャリア教育を受けましてえっとその一週間後にですねえっとまあ実際に自分が学んだスキルをえっと販売だったりサービスをやってお客様に対応してもらうっていう企画になってます今あのいろんないい意味でやっぱりネット社会になってて、うんまあ、子どもたちもやっぱり うん、テレビだったりネット、うん、あの触れ合えて便利だとは思うんですがその分どうしてもやっぱちょっと体験というのが少なくなっているんじゃないのかなというふうふに考えてまして実際にじゃあ経験することで親の勤労感だったりあとはあのお金のありがたみだったりというのをちょっと学んでいただいて、えー、と実際にこういう触れ合いをしながらちょっとイベントとして。 えっと、学んでいただければいいかなというきっかけ作りとして、えっと、このイベントを考えましたもう3回目になるんですね、そうなんかものすごい人が来るらしいですね,ですね、えっと、去年は1000名ぐらい<笑><笑>、えっとミュージックタウンに来てもパニッうれしいパニックです、ね、<laughs> そうですね。<laughs> 当日です、ねえっと、子供たちの販売だけだとどうしてもやっぱり遊びに来る方も少なくなってしまうので、まあ、あの普通に遊びに来られた方もです、ね、いろんな職業体験ができるようにということでいろんな企業,の、えっと、企業だったり学校さんのご協力いただきまして、えっと、消防車の展示だったりあとは消火器体験あとはあの専門学校の空さんからはの救急車と AED 体験 で、今回はアイレディースクリニックさんにご協力いただきまして。えっと、赤ちゃん抱っこ体験だったり、賛同体験だったり。えっと、いろんな企業さんに入っていただいて、えっと、みんなで。ちょっと楽しめる、交流できる、あのイベントっていう形になってますね。あ社長も出ますよ。ありがとうございます。言わないので、自分で言いました。<laughs> で,<す>でも、面白いですよ。これ見たら。カフェ部門、パン屋部門、八百屋部門、ネイル部門とか。はい 子供がこう興味持ちそうなんですよね。ラジオもすごい面白い。東京の方にキッザニアって、はいそうですか。それを放出させます。はい。すごく楽しそうですえっと那覇の方にもあのおっしゃったにキッズアニアだったりあのえっとなんだっけキッズなんだっけあるんですよ。なんだ職業体験あるんですけどそれどちらかというと短い時間なんですよね。あのもうその当日だったりあとは 1日前にとかいう感じだったので僕たちはちょっと夏休み期間を利用して1週間という長い面白そうちゃんと最初に会社とはっていうところから入るっていうところがいいですよねビジネス漫画もちゃんと選ぶですね挨拶からこ由人究のいいテーマにそうですね1日目がですね例えばお弁当の写真を子供たちに見せて えっと、この弁当の中に具材何を入ってるっていう人一人一人発表してもらうんですよねでお米とか、えっと、鮭だったり、うん、野菜とかいろいろ発表してもらうんですけどじゃあこの弁当1個を作るのに今度はどれだけの人が関わってると思うっていうことでじゃあレジ打つ人作る人、えっと、お米を栽培あの収穫する人、うんえっと、海に行って魚を取ってくる人って、うん、いろんな、うん、あの仕事が1個の弁当で。 いろんな人が関わってるんだよっていうのを実際に知ってもらってえっと会社とはとか仕事とはこういう一人ではできなくてみんなでいろんな協力を知れないし合いながらやってもらうんだよっていうのをこのはいモットーに1日目をやってで2日目はですねえっと面接体験ということでえっと1日目の最終日にですねえっと10個のえっと企業自分たちがやりたい企業を一応紹介して。 で翌日にそれを面接の時に発表してもらう,うやっぱ面接って今、ね、就職だったりあの進学だったりどこでもやっぱり面接しますのでそれのも模擬ということで自分たちの夢を語ってもらったりとかまたじゃあこの会社をやりたいってなってるんだったらじゃあなんでやりたいと思うのというのを自分の気持ちで発表してもらったりと思ったで3日目が えっと、こちらは SMBC コンシューマーファイナンスさんとご協力いただきまして、うんえっと、いろんなミッションを行いしながらですね、うんえっと、お金の流通を学ぶプログラムとなっております、うん、で、えっと、4日目は、えっと、実際に企業見学ということであめができる工程だったりあとは八百屋さんがありますので実際、えっと、去年は収穫しに行ってきました、ね、ゴーヤーとか何、うんえっと、だったかな 結構いろいろ収穫してきたんですけど <laughs> すす、ね、焦るダクダクしながらですね、うん、だけどその分そういう経験があるのでやっぱ子供たちもあの張り切って当日は販売してくれたりとか、うん、大きい声出してくれたりというのは最初はすごい特に嫌がるんですよね暑、うん、いとか虫がいっぱいいるので、うん、嫌だとか言うんですけど。 10分もしたらそんなの声も出なくなってもう自分たちでどんどん収穫していったりとかいうやっぱ経験がやっぱり今あの大この時代には必要なんじゃないかなという形でえっと企業見学を入れておりますでえっと5日目はえっとなんだろう自分たちのお店の看板を作成してもらってえっと6日目にメニュー作成だったりあの値札をつけてもらったりということをやりますで 本番に挑むいう形ですねね完成されてますすごいですね、お金の流通を学ぶというのは、これもいいですね、そうですね、作って、販売だけじゃなくて、お金の大切さとか、そういったのも学ぶんですよね、すごい。例えば、じゃカレーを作ってくださいっていうミッションを与えるんですよ、じゃカレーを作るには、何が材料必要、じゃがいも、お肉、ご飯必要だよね。これを今度 買ってくるには何が必要お金が必要だよねじゃあお金が必要だったら今度自分が稼がないといけないよねっていうことでちょっと釣り体験遊びの釣りをしてもらってでその釣った魚が今度50円とか値段書かれてるので問屋さんに販売していってそこでお金を交換して材料を集めて、えっと、カレーを作るっていうミッションをやったりとかそういう遊びを予想を入れながらですね実際あの学んでいただく。 プログラムっていう形になってます、ねうん、面白そう,、うん、もう最初はちょっと嫌がりながらもう後半も一生懸命小学6年生は反コ期にちょっと入ったりするけど、うんはい、それを忘れるぐらい夢中になりながら、はいはい、そうですね、うん、あのこの,あのプログラム自体は小学校1年生から小学校6年生まで特に問わず募集してて、うん、毎年すごいあの人数が来て結構やっぱり年齢層がやっぱ違うので、うんうん あのまとめるの、最初難しいのかなとは思ってたんですけどそこは全然大丈夫でしたね。と<ー>いうのもやっぱり1、2年生は、えっと、5、6年生のお兄ちゃんたちに聞いてね3、4年生は自分たちでやってねで5、6年生は今度は下の子たちを見てねという約束事を最初に決めているのであ<ー>それがあのいいチームワークになっていくのかなとは、はい、思ってますね。あ したところにつけるんですかね、はい、一応は、えー、とそこを、はい、考慮はするんですがあのその面接の時にでも必ず入れるとは限らないよと、うん、大人の世界はそう甘くないそうですね何が一番人気ですかこの五つ部分ありますけど、うん、えと結構やっぱり男女によって分かれるんですがえっ、ー、と 女の子はやっぱパン屋さんとか多いですね男の子は結構自由なので、はい、あの豆腐屋さんだったり色々 <laughs> いろいろあるんですけど第1回目の時はおもちゃ屋さんっていうのがあったんですけどそこがすごい集中してしまったんですけどあの楽しすぎて自分が遊ぶっていう部分 <laughs> になってしまったので。<laughs> で えと2回目からなくして、今回はですねあの大工屋さんということで、とトントンハウスさんにご協力いただいて、自分たちで作ったものを販売したりとか、あとはあの作られる、作れるパーツを販売したりとか、いうのをやりますね実際に子供たちが作ったりすするんですかまあしますね、はい、それをやっぱり販売したりとか、あとはやっぱ購入する子も自分で作りたいということは、そのバラバラのパーツを売ったりとかという形で、はい、やりますね。 あとはネイルが去年は大人気でしたねやっぱり女の子だなと思ったのがやっぱり小学校1年生とかでもやっぱりネイルを従って指が小っちゃいんですよね <laughs> 小学校一年生な、ね <laughs> ね、なかなか塗りづらいっていうのがあるんですけど実際に、えっと、いろんなネイルの手法を学んでお客様に えっとやってあげるあ小学生が実際にやってあげるす、はい、ちょっと簡単なものなんですけどあのなんだろうデザインプリントされてるのを、うん、あのお客様と一緒に選んで,で、えっと、貼ってあげて上からあのコーティングしてあげるという簡単な一応作業ではあるんですけど、うん、皆さんあの楽しんで、うん、いろいろ経験してもらえたかなと協力する企業はたくさんどんどん出てくるような感じですか 場所の部分はあるんですけど、うんえっと、毎回一応10社程度、はいうん、集めておりますね、まあ、簡単に言うと、あの音楽村さんの、えっと、サンバって分かりますかな、この踊るサンバではなくて、三味線の体験だったり、あとは、えー、っとですね、っあとはですね、自衛隊さんの。自衛隊はい えっとジープ展示だったりとかですねあとはえっと日経ビジネスさんもご協力いただきまして、うん、あちらエアライン、うん、あのビジネス科っていうのがあるんですけど、うん、あのスチュアデスさです、ね、ーデんサンズにえっと来てもらってスカーフの巻き方とかあとビジネスマナーをあのやってもらったり、うん、えっとあとはですね科学者今回体験ということで。えっと まあものづくり体験ですね。実際にちょっとロケットを飛ばしてみようとか、そういったの。をいろんな、えっ、ー、と、はい、企画で入れてありますね。面白い,、はい。あの、ちなみに、上原さんたちの社協さんも出られるってことだったんですけど。はい、社協さんはどういった。福祉の体験ということでですね。はい、去年はあの車椅子と、あと。 高齢者の疑似体験ということでですね、あのグッズをつけてってうんう、ね、高齢者の,この身体とかあの気持ちになってこう、えー、歩いてみようとかっていう感じのものを別の,、えー、の担当がやったみたいですけど、今年はまたあのちょっと相談をしながらですね、何をやっていか決めていきたいなと思っていますすありがとうございます、うん、ぜひ、しおもちょっと、ね、福祉体験の、ぜひ職員が参加したいなと。あぜひ。 協力してもらえたらと思いますよろしくお願いしますよろしくお願いします当日はあの実はステージも用意してますのでステージ上でなんかえっと教えていただいたりっていうのもありかなと当日はですね NPO 法人のですねえっと災害救助犬協会さんに来ていただきましてえっと警察犬と災害救助犬とあとセラピードッグを連れてきていただいてえっとそこで公開訓練を あとは子ども三味線だったり獅、えー、子舞子ども獅子舞っていうのもあの披露していただいたりっていう,もうその日一日楽しめるようなイベント、はい、となってますね,町だねまた今後,と今後もまた国堅さんもですね IT 関係の何か出し物とかしたりとか、まあはいい、ね、<laughs> 何ができますかね <laughs>、はい、いやでも実際に えっと、いろんな企業さんあのいらっしゃってです、ね、あの写真屋さんということで撮ったのをちょっと加工して、ね、あの印刷させてくれるとか、うん、そういったのもやっぱりあるのでいろんなちょっと絡み方はできるんじゃないのかなと思っていますので、うんはい、ぜひ、はい、次はよろしくお願いします。ます子供が作るあの B、Q、グルメっていうのは あったら面白街づくりではゆるキャラと B 級グルメということ全国でいろいろあると思うんですけれどやっぱ活性化と戦うためになんんていうですかね限界集落ていうのかなもうこれ以上人がいなくなったら学校がなくなっちゃいますよとか沖縄県の北部とか離島とかもよく聞くんですけれど逆にそこからまた盛り返していった例とかそういうのあればぜひ知りたいなというのもありますし。 えこういう限界集落とまた沖縄市14万人いるあの人口そこをあの結びつけることでなんか大きく見えてくるのがあるんじゃないかなともう街自体で活性化をするということを今までやってきたと思うんですけれどどこかとの交流であのここにないものを、うん、持ってくる,る、うん、でまた逆もありですね、うん、そういうものができたらいいなっていうふうに思いますね,うすね、うん、小沢もあの若者 よそ者、若者、若者ってよくありますよね、NPO の講座でも習ったことがあるんですけれど、うん、そういう若者、よそ者、ば、え、か、ー、者、<laughs> 僕ですね、<laughs> <laughs> そういう人たちを受け入れることこそ、あの町の、うんえー、活性化ができるよということであ、すごい面白いなと思って聞いたんですけどね、さんもこういう人たちを歴,歴史的にもうどん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 ん受け入れてきた要素があるんで、この子供から始まってです、ね、そこに今度またあの、 福祉そして実際にまたあの高齢者の方も呼んでいただければコンパクトシティこのもう本当にこういもうことが凝縮された子どもの街から未来が見えてきますねぜひ、うん、またあの今年も成功させていただきたいなと思ってます、はい、ありがとうございます、うん、なんかもう一つのこの町づくり支援士養成講座というのもちょっとチラシ持ってきて、はい、これ面白そうですよね時間は大丈夫ですか <laughs> <laughs> CM 入りますす <laughs> 大丈夫で,す丈夫ですかもう1個の企画で,です、ね、ま、え、ち、っと、づくり支援士養成講座というのを実は考えておりまして、えっと、こちらはです、ねえっとまあ、先ほど言ったようにあの活性化には若者はじめ、えっとうん、学生の力がやっぱり私、必要じゃないかなと考えてまして、ただ、えっと、学生にいろいろヒアリングしてはいたんですけど、 まちづくりに興味ないわけではないんだけど、やっぱり今の。えっと自分の必要な部分って言ったら、やっぱ就職のことだったり。うん、えっと、まあ企業に入ることが第一の目的っていう。で、その研究材料として、まちづくりを学ぶんだったら、まだいいけど。やっぱりどうしても優先順位的には低いというふうにお聞きしてたんですよ。で、えっと、まあ他市町村で、えっと市民大学っていうのがあるんですが。えっと、他市町村の市民大学っていうのは。 逆にシニア層が結構、参加率が多いんですよ、でえー、と学生の参加率というのはやっぱもうほぼないらしくてで、実際に学んでいただけるのはいいんですけど、これをじゃあ実践に移していこうとなったともに、えーとまあとは実践は若い子たちに任せるという声がやっぱり出始めて。 えっと、なかなかまちづくりにつながっていくっていうのがなかったそうなんですよねそこでじゃ,あ、えっと、じゃあどんなやったら学生に、あのー、いろいろこういったまちづくりに興味を持ってもらったり参加してもらえるのかなっていうふうにいろいろ試行錯誤をやってた時にですね、えっと、企業でもやっぱ役立つフレームワーク手法ですねだったりフィールドワークを通してまちづくりを学んでもらうプログラムだったらいいんじゃないかということで。 えっとまあ、ロジテックツリーっていうものだったり PDCA サイクルっていうのだったりキャリアデザインスワット分析あとファシリテーションパワーポイントの使い方など企業に入ってもいろいろなあの役に立つ、えっと、フレームワークを通してまち、えっと、づくりを学んでもらえるプログラムだったら来てくれるんじゃないかなということでこの企画をしております。 これは素晴らしいですね自分自身の,このスキルアップをしながら、まちづくりにも貢献できるよみたいなことなんですね、すね素晴らしいですね、はい、これは。やっぱりまちづくり自体が、あの僕あの、経営力が、コンサルがやっぱ当然必要じゃないかなと思ってまして、先ほど NPO 法人もいっぱいあるよとはお話ししたんですけど、うんうん、結構休眠しているところもいっぱいあるんですよね。ねでそれはなぜかとというとやっぱりコンサルが あの思いはすごい皆さん持っていらっしゃるんですけどやっぱそれを持続させる力っていうのがやっぱなかなか難しいんじゃないのかなとで社会貢献でご飯を食べていくっていうのはやっぱ普通の企業以上に難しいと思うんですよね社会貢献だからお金くださいって言っても当然、皆さんくれるわけでもないですしやっぱそれなりのプレゼンだったりあのおあの企画がないと皆さん賛同してくれませんのでだそういった 思いはあるけど、やっぱそこの肝心な経営っていうのができてないので、はい、うん、そこをも学べるようなちょっとプログラムで実際参加してもらえればなとは考えてます、うんうん。なるほど、大事ですね。はい、この町作り支援してい何かこの資格がもらえるんですか？えっと資格というかですね、えっ、ー、と全部で二十九講座あるんですが、はい、すごいそのうちの八割を、うん、えっと受講していただくと、えっ、ー、と沖縄市 からですね、市長からですね、修了書が発行されるという形になってます,うんすいで、この講師もですねあの、僕たちがやってもしょうがないので、<laughs> あのその道のプロの方をお呼びして、えっと、いろんなお話だったりあの、先ほどのフレームワークを学んでいただければと思ってますね、4つに分けてまして、えっとまあ、自己分析、えっと、情報発信。 事業分析、えっと、実際にまちづくりの戦略っていう4つに分けておりまして1個目はやっぱり自己分析っていうことで先ほど言ったように団体だったり、えっと、自分のことだったり自分のことを知らないとなかなか人に発信ってできないよねっていうことで,そ,で、ね、そこをじゃあ自分はどんなあの人だろうとかどんな、えっと、部分を考えてるんだろうっていうのをちょっといろんな。 えっと手法だったり、というのを取り入れてやってますね。最初に、えっ、ー、と私の方で、まちづくりってなんだろうっていうのを。えっ、ー、と、レクチャーさせていただいて、その後に、えっ、ー、とヒストリーとってこちらにあるんですが。沖縄市の歴史を、あの実際に学んでもらって。で、次に、えっ、ー、と、じゃ、今度歴史があるから、今度未来もあるよねということで。えっと、こちらは、えっ、ー、と、沖縄市のですね、えっ、ー、と、政策企画家課。呼びして、じゃあ。 沖縄市の未来の構想はこういうふうに考えているんだよというのをレクチャーしてもらってその後とに過去があって未来があるんだけどじゃあ実際に自分ってどういうことができるんだろうとか自分の強みって何だろうとかいうのをちょっと知ってもらうためにポジショニングマップだったり PDCA サイクルというのを通して自分はどういうことができるんだろうどういうスキルを持っているんだろうどういう人間だろうというのをちょっと分析してもらおうかなと思っています。 で次に、えっと、目標設定をしようということで、えっと、マンダラートっていうのだったり KJ 法などを取り入れながら夢を実現していくにはどういう目標設定の仕方があるんだよっていうのを学んでもらおうかなと考えてますでそれ以外に情報発信で言えば、えっとまあ、今いろんな面で IT ってすごい便利なんですけどブログツイッターフェイスブックホームページいろいろあるんですけど 同じように情報を発信しても、なかなかターゲットだったり選定しないとあのなかなか相手に届かないので、それの使い分けのやり方だったり、酒用といったそのターゲットを選定はじゃ実際にどんなやってえと落とし込んでいくのかとかいうのを実際、いろんな企業とかにえとやっていただこうかなと、それ以外にやっぱ情報発信って一番何がいいかなって、口コミだと思うんですね、個人的に。 やっぱりこっちからアプローチしても相手に引っかからなければなかなかえと見てもらえないというのがあるんですけど結構、人からの口コミってすんなり受け入れたりえとやっぱ見たりとかすると思うんでじゃあその口コミって何なんだと思うということでやっぱ個人的にはやっぱ対話術だと思っているので実際にあの沖縄グランメールリゾートさんにえとはいえと対話術のレクチャーをいろいろしてもらいながらという形でやってますね。 また講義だけじゃなくてフィールドワークがあったりワークショップがあったりそうですねただ、聞くだけじゃなくても自分でずっと聞くっていうのはいいことなんですけどやっぱり大変なんですね29講座もずっと聞いててそのうち何割頭に入るのかとか正直、自分が興味ないことに関しては今日は来ないでもいいかなという形になってしまってどんどん。 なななななになってしまううと思うんですねだけどこれあの全部ストーリーになってるので一応全部来ていただいてえっと最終的にはですねえっとシンポジウムを開こうかなと思ってましていろんなえっと学んだことを生かして実際にじゃ自分たちが沖縄市の市長になったらどういう街づくりをできますかっていうのをえっとグループでえっと発表していただくっていうのを考えてますね。

とかそういう非営利組織で働いていることは方は、年齢制限はないですね町井さん、今やってる人で、そういた勉強したい、ね、ということは裏目的で、先ほど言ったように、消えていくへの NPO 法人もいるので、うん、組織強化という狙いも、はいうん、ありまして、うん、人材育成と組織強化というあの2つで、えっと、進めていこうかなと考えていますね。 実際どういう方が受ける方が多いですか、えっと、いや、まだ分からないんですけど、あ今、第1回目なんです、回今回、<ー>初めての、ただ一応、50名であの枠がなかなかやっぱ狭いので、大勢の方に一応、申し込みいただければなとは思ってはいます、はい。うん これ無料なんですか無料ですすごいそうですもう全て一応無料で受けてみたいなこれ優勝だと多分10万ぐらいそうですね嬉しそういうですカリキュラム的には本当にちょっとすごい方々が関わっていただいてるしあとは一応講座自体は1コマ90分から120分の間になってるのでがっつりっていうわけではないんですけども えっと、もう全体的に広くいろんな手法を学べるんじゃないのかなとあとはやっぱ手法だけじゃなくてその人の経験だったりいろんなノウハウをあの蓄積できるんじゃないのかなと吸収できるんじゃないのかなと考えてます、ね、やっぱ一番外の中心地にたくさん人が来てほしいですよね。ぜひまたあのこのカリキュラムの講座に、まあ、個人的には福祉ですね、はい、もっとあの増やしていただければあの認知症とかですね。うん これままたづくじゃなないかなと思うんですけど、うんすね、僕はずっと思うんですけど、役所沖縄市役所は年間、あの毎日1万人の人が来るいらっしゃると言うんですけど、7割、8割はおそらく下の階にいらっしゃる方、うんうん、ということは福祉課とか住民課とか、えー、あの保育課が2階になるんですけれど、全部一番案外に移したらどうかなと思うんですよね。うんうん 毎日名ぐらいことります面白い面白いですね面白い思ったんですけれどそしたらね役所のまたその空間をまたあのねどこか企業にお貸ししてですねチャンプルーの街なんでチャンプルーのアレンジで活性化していったらどうかなとね図書館もできますしねそうですね堀リン座のところで大きな図書館が来年 誕生しますんで、うんうん、はいはい、うん、そろそろじゃあリ、はい、クエストの曲に入りましょうねはいはじゃああの真さんの方から紹介をお願いいたしますありました、はい、ありましたはい。<ー> <laughs> えっとじゃあ「奇跡の星」はい、はい、お聞きください、ね、はいはい ただいまの時刻10時45分になりました。FM 小座のスタジオからカララジオ生放送でお送りしております。はい。あ、そうですね。じゃと社協の上原さんからですね。はい。いろいろ情報。 あのー、いただいてるので紹介お願いしますまずツイキャスでですね、はいあの、埼玉からツイキャスで見てますって、大塚さん、ありがとうございます。はじめましてですね、はめましてです。ゆきりんさん、イーズも大変やなというのが、大塚さん、続いてツイキャス便利というのがありますね、ありがとうございます。すみませんあの、社協からですが、えーと、まず一つ目ですね、今日来てる森さんのところのです、ね、市民活動交流センターと、社協で共済で,です、ね、やる事業があります。 沖縄市の子供を応援する団体の活動展示会ということでですね。これはあの、実は森さんも加わっていただいた話し合いの中で、あの、なんかこう、子供たちを今応援する、まあ、えー、ハンズオン NPO さんも入っていただいたんですけど、団体のこのいろんな活動をしてるんですが、そのアピールの場がないよね、ということでですね、その話し合いの場で出たもんですが、その時に森さんが提案して、あの、こういった展示会だったらどうかということでったんで、早速企画してですね、やっていただいて、え、始めるものです。 まず、これ2回に分けてやるんですけど、1回目がですね、7月17日から23日、7月17日の日曜日から23日の土曜日、1週間ですね、沖縄市の福祉文化プラザという。 宝にありますけど、子供たちがあの来る児童センターなんかがある施設なんですけどね。そこの方で一週間展示をやっていこうかなと思っております。で、それぞれの団体ですね。沖縄市には調べると13ぐらい子供たちを支援する団体があるようなんですけど、その団体でまあできる、えー、希望する団体のですね、活動を展示していこうということで、今、えー、7つぐらい団体があの、えー、展示、希望するというのが出てますけどね。えー、ぜひ、えー、時間ある方ご覧になっていただければなと思います。よろしくお願いします。 はい。で、もう一点ですね。えー、ラントモというイベントが11月26日に沖縄市で行われます。これはですね、認知症になっても安心して暮らせる地域づくりを目指して、認知症の人もそうでない人もみんなで助けをつなご、つないで日本を縦断するプロジェクトということで、もう北海道から沖縄までですね、いわゆる縦断、あの、認知症の方も、えー、そうでない方も一緒にですね、助けをつないでいこうという。 えー、駅伝みたいな感じなですかね。そのイベントが沖縄市で11月26日沖縄県でですね、11月26日行われます。で、それで、えー、沖縄市はですね、大体11月26日、これずっとあの、えー、名古屋からでしたかね、スタートして、沖縄市は大体お昼頃、えー、沖縄市の福祉センターから出発をして、えー、音市場までですね、先ほどありました子供市場がやる音市場、うん、えー、ちょうど国際カーニバルの日にですね、えー、っと、 まあ沖縄しだ、えー、走るということになりますので、これもあのスタッフの方もですね、もう走る方も募集しておりますので、もしよろしければきあ興味のある方はですね、沖縄市の社会福祉協議会まで連絡いただければなと思います。九三七の三三八五です。よろしくお願いします。はい、これはあの北海道からもう来て。 うそうですね。あの、もう、えっと、積んでるところもあると思います。もう、あの、あ<ー>期間をですね、あの、区切って、例えば北海道地区とか、東北地区とかっていう感じでですね、<ー>そういった感じ、沖縄、今回初めて、あの、うん、走るみたいです。はい。なんか来年は、あの、海外まで行くという話もあるんです、うんえー、香港、香港でしたからね。えー、すごい、あの、大きなイベントになってるみたいですね。えー、最初は本当に少人数でスタートしたみたいなんですけど、だん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 大きくなってですね、うん、今年はもう沖縄までやっていこうということになってるようです。はい。 うん、ても走るっていうのが、そうですね、うーん、なんか、えー、ゴールの時は感動的らしいですよ、なんかうん、私もまだ見たことないですけど、うんはい、ぜひ、はいもうね、走らないにしても沿道でだったら、ね、もう沿道です、ね、いいですね、はい、特にこうあの国,際国際カーニバルの日ですので、うん、遊びがてらですね、うん、見に来ていただければなと思います、はい、よろしくお願いします。走る方っていうのは今募集 そうですね。あ,あの、のね、今、今企画をですね。あの役所の担当の方と調整をしながらやってるので、どれぐらい募集するのかですね。あのどの方面にやっていくのかというのは、まだあの。決定ではないんですけど。うん、はい。はい、よろしくお願いします。はい。ありがとうございます。では、もうそろそろですね。時間、あと六分ほどになってるのですけども。最後にですね。皆さんの一言ずつですね。あのお話。 今日のフィードバックをしながらですねお話しして終わりたいと思いますまず最初にあの上原さんからですね、はい、上原さんコメさん先松の方で、はいはい、お願いします今日森さんに来ていただいてですねあの街の活性化というかいろんな NPO 団体、えー、その街を盛り上げようという団体がたくさんあって 森さんのところでこの取りまとめてでしょうかね。まとめて、あの、それぞれ活かしながらですね、いろんなイベントをしてるというのも本当に素晴らしいなと。中身も素晴らしいんですけどね。はい、ぜひあの、社協も協力させていただいてですね、一緒に、まあ、うちはもうあの、社協なん、福祉協議会なんで、福祉の面からになるんですけど、あの、町づくりという観点からも、あの、大きな福祉との関わりもありますので、ぜひあの、一緒に取り組んでいければなと思います。今日はありがとうございました。はい、えー、ありがとうございます。はい 古賀さん、お願いします、はい、森さん今日大変勉強になりましたありがとうございます福祉で結構、思いはたくさんあるんだけどなかなかそれを会社として作れないとか、うん、思いがあっていろいろやっているんだけどなかなかうまくいかない、うん、例えば NPO 法人とかたくさんあると思うの、ん、で、うん、その辺を森さんにもっともっと盛り上げてもらって福祉を全体的に盛り上げてもらえればと思います。あ、はい、ありあありががととううごござざいいいままましすすさんお願 何がこうあのお手伝いできるのかというのをいろいろ考えながら、はい、あのお話を聞かせていただきましたので、まあ、IT そのも直接使うという方法もあるしまた IT を構築する際のノウハウが利用できるんじゃないかなと思っていて、うん、まあ今後ともまたいろいろとあのお話も伺わせていただけたらなと思っていますのでよろしくお願いしますでは最後にですねあの森さんの方から。 まあ、リスナーさんに向けてのメッセージとかあとはあの沖縄市のまあ活性化のために意気込みとかですね、はい、お話をお願いします。街づくりは人づくりってよく言われてるんですけど、それ基本的に何かって言ったらやっぱ郷土愛だなとは思ってるんですよね、うん、やっぱ地域だったりその地元をやっぱ好きじゃないと人って集まらないし、うん、何かを変えようとか何かをしたいっていうのが。やっぱ 出てこないと思うんですよねそれはじゃあ関わらないとそういったのも出てこないので、まずは本当に何かをやろうとかではなくて、一気にすぐ変えようとかではなくて、ちょっとしたことでどんどん関わっていただければなという,ふうに考えていますので、本当にイベントに遊びに来たりとか、そういう軽いノリでもいいと思うんですよね、それがやっぱり活性化にどんどんつながっていくと思うので。 あの自分から何かイベントをやろうとか何かをしようとかじゃな,な,ないにしてもいろんなイベントに参加しようとかいろんな情報交換会に出てみようとかいろんな人とちょっと触れ合ってみようといういろんな交流地域との交流っていうのがやっぱ必要になってくるんじゃないのかなとは思ってますので、えーとまあ、そういうお話を聞きたいとかなればあの沖縄市市民活動交流センターまで来ていただければそういったマッチングもできますのでぜひご利用いただければと思います。 はい、ありがとうござい僕はあの、まあ、農家の人もよく言うんですけど土作りが一番だと何かを育てるためにはと我々が素晴らしいあの土壌を作ってです、ね、木になって最後は、えー、森さんになろうかなと <laughs> <laughs> 木から森なるほどう <laughs> そういうことであの、まあ、いい土壌をです、ね、あの作っていただければと思ってますので、ね、地球っていうところにね うん、は必要なんで。森森 <laughs> と頑張っていきましょう。今後 <laughs> よろしくお願いします。<laughs> はありがとうございます。面白い, <laughs>、はい。ありがとうございます。でも金森から、はい、SOS ネットではですね、あのー。 行方不明になった方々の捜索に協力していただける方を募集しています。詳しくは沖縄ハンズオン NPO までお問い合わせください。電話番号は098-936-6868936-6868です。よろしくお願いいたします。はい。この番組は、デイサービスセンターシオン株式会社国券システム <laughs> au ショップネーブルカデナ店 医療法人公前会、コザ整形外科院、居宅介護支援センター、有限会社、マルチ重機、沖縄県社会福祉協議会、FM コザと沖縄県認知症行方不明者家族の会、そして沖縄ハンゾン MPO の協力でお送りしました。 今日のゲストは沖縄市市民活動交流センターから森正弘さんでした。今日はありがとうございました。ありがとうございました。いしたはい。ではまた皆さん来週お会いいたしましょう。よろしく、あ、またさようなら。